じゃあ行きましょうか。それでは VTR をみんなで見ていきたいと思いまーす。なんか、それでは星さん、V 振りお願いします。V 振りとかあるんですか？あ、そうなんですか。はい、じゃあ行きます。チャレナイチャレナイロケえ、これ何どうぞさあ、今日はチャレナイ初めてのロケでございます。起きてます？起きてる？なんか朝早くから満員電車で口をこぼしていきなり口こぼすの？イライラするってブログ書いてきてるの？確かに一人だけリュック背負ってるしね。信用できない。いや信用してもいいじゃん。個人情入ってんだよ。いや個人情で信用しても平気しけられないと受けなさいよ。はい、というわけで、まあ今日は初めてのロケってことで、星さんがちょっと行きたいところがあるってことなんですよ。はい、どちら？もともと僕今埼玉県に住んでまして、はい、埼玉、ちょっと皆さん埼玉県の川越、川越、はい、ご案内してます。川越、川越、まあ、いや名前は知ってます。名前は知ってます。小江戸という、はいはい、すごくいい場所なんで、はいはい、僕川越に行きたいスタバもあるんです。スタバ、川越まで行ってスタバ行く、すげえいいスタバなんで、ね、いやいやいやスタバ大好き。いやその楽しさまだ分かんない俺ら。スタバいいスタバハマるって。ハマる？あ、そうなの。じゃあまあそこに行くってことね。川越スタバの3軒。あ、3軒。いや、全部行くの？川越のスタバ行けるんだって。あ、行くの？まあ行きたいって言い始めると思うけど。本当に？こっちがやめようって言ってもそんなに食いつくと思ってんの？ちなみに六本木は3軒。いや、知らないよ。スタバ、スタバロケじゃないじゃん。スタバメインみたいな。いや、川越に行くってことでしょ。あ、川越。川越に今日は行きますね。でも割と本当にあのノープランです。ノープラン。もう川越に行くぐらいしか決まってないんで。川越じゃなくていいのね。いやいやいや、川越に行くって言って、川越には行く。ノープランだから。だからあのノープランなんだけど、一応だから9時があるんでしょ。星さんには伝えてなかったんですけど、川越行かないかもしれない。本当に行かないことある？行かないことある？さすがに一発目のロケ、ノープランすぎるのは、ちょっと通んないんじゃないかと思ってさすがにね。さすがにノープランすぎちゃう。それはな。今もうくじを渡されました、うん、こちらでございます。一つ目、まあ川越ね、まあ川越、小江戸、ここがやっぱ一番行きたいよね。小江戸行きたいね。小江戸、小江戸、小江戸、小江戸で、次、はい、反応、まあ埼玉ですよね、これもね、うん、で、バーベキュー、え、これもいいじゃん。いいね。 BBQ できる。 BBQ できる。これはこれも近い、はい、これはイルマ、これも埼玉。あ、いいじゃん。じゃこれも、これもまあ割といいよね。あ、これは埼玉だ。戸田。戸田ってどこ？ああ、あれじゃん。協定、協定。戸田、近く、近く、近くっていうか、その、道でしょ？あ、道、行き道。あ、じゃあこれもいいじゃん。これもいい。あとは？いや、待って、なんで？中野セントラルパーク。中野？いや、東京じゃん。これ30分過ごす。30分過ごす。いや、これ無駄、これ行きたくないな。いやいやいや、いやいや、もうこれ近いな。すぐそこじゃねえか、これ最初行きたい。いや、これ最初行ったらもう行かなくなっちゃうよ。あれ、今朝行かないよ。ここも行かなくなっちゃうよ。ここでもういっかってなっちゃう。なっちゃうよ、今朝そういうタイプだよ。最初の楽屋で30分過ごします。いや、もう楽屋30分、これ一番嫌だよ。無駄な時間だよ、これ行っちゃったら。で、これじゃあそれ入れるよ。で、これは適宜変えます。あ、中身はね、うん、中身は場所場所で変わる。最初は今はこれ。あ、それか。あ、で次のとこ行ったら次のとこでこれも変わると。変わる。あ、なるほど。じゃあ行きたいとこ変わるか。じゃあ行きたいとこ言ってもいいんだ。あ、でも行きたいとこ言っていただければ入れます。おー、マジで。あ、いいね、いいね。まあまあ、俺まだまだ横浜はガイドボックス買いたいんですか。横浜行った。入れちゃったよ。じゃあちょっと占いなんで。あ、今日運勢いい。そう、運勢いい人。今日はね、高橋さん、僕、高橋さんが今日非常にね、結果が出る。結果が出る。結果すげえ良かったねって気になるから、た仮に悪いのが出たとしても、うん、それは良、うん、かった結果になる。だから良かったじゃんみたいな。本当に？はい。じゃあ僕引きます。頼むよ。行きまーす。じゃあ最初の目的地はここです。どこ引くかいいか。おお、イルマ、アメリカンショッピング。すごい、だって近くなってんじゃん。しかもなんかいろいろできそうだよ。確かに。じゃあ最初の目的地イルマってことで行きたいと思います。行きましょう。現在何時ですか？10時15分。さっきあのオープニング撮ったのですか？え？
車で行こうじゃん。待って、電車で行くなよお前。来るけ、なんか車用意してくれてんだよ。お、来た、これ。乗り込みましょう。はい、どう乗る、どう乗る。ちょっとビシッとやってくださいね。ないよ、5800。今日何人の旅ですか、星さん。何人、多分メンバーを言っといた方がいいですね。メンバーめっちゃうるせえな。風の音からうるさいよ。メンバー6人でしょ。今朝抑えて。全部で6人でしょ、今日。ディレクターの田中さんと。ディレクターの田中さんでしょ。あとマネージャーさんが来ている。マネージャー、僕らのマネージャーさんが。マネージャーさんちょっと映せないのでなんで。ちょっとこれがディレクターです。存在感すごいな。確かに。一番あるから。プロデューサー感すごいですね。確かに。これアメリカンショッピング行きますね。似合う、似合う、やべえな、一番似合う。そんなディレクターさんにケイさんがちょっと言いたいことあるんですよね。いやいや、ああ、ちょっといいですか。怖いな、何ですか。車ありがとうございます。あ、いいこと。いやいや、さっきと全然言ってることじゃん。やっぱりね、撮ってきてもらうスタッフの皆様のおかげで成り立ってますから。お前、言うて編集するのはそっちサイドだからね。回すの、さっき思いっきり撮ってたから。だから皆様のおかげでやっぱり成り立ってますから。メーターをすね、帰ってきた、よくね。今、始まってから何分ですか、K さん。今ね、35分。今どこっすか。六本木。有限なのは時間。今高木町です。首都高ね。首都高乗れた。アダムハート27辺り出た。乗ります、首都高。よーしゴー。今何分経ってます、計算。40分。有限なのは右にあるの何ですか。六本木です。また戻ってきた。また六本木です。戻ってきた。時間は有限。ちなみになんですけど、今ここ川越ジャンクションで、はい、僕たちが行くのは、はい、本当だったら川越市街じゃないですか、はい、八王子狭山方面、東京方面の西だよ、西。はい、さあ始まりましたよ、川越に向かうグダグダの。すげえね、あの田中さんのあれ怖そうって入ったけど、めちゃくちゃ優しい。本当にケイさんの人間性出ちゃう。裏とね、表がすごい。何よりも、うん、作家の声の佐藤さんが一番怖い。ケイさん何ですか。すいません。いや、聞かれたらそれ答えるよ、だって。はい、で最初の問題、何でしたか、ちょっと今ね聞いちゃった。何最初の問題、星さんのテンションが下がることが起きました。あ、そうだ、ちょっと星さんの、あ、これ今出ます、出ないのか。クルプ出ない。出る。あ、出ない。なので、星さんのテンションが下がることが起きました。たかしさんがなんかしてって、俺がなんかしたって感じかな、だから、うん、そうですね、そうだよね、そうだよね。全然覚えてないんだよ、なんかしたっけ。あー、あれか、あれ、これか。あ、これだ、これ、あ、俺らの声聞こえてるかな。そう、この後星さんのテンションが下がることが起きます。何が起きたでしょう、はい、さあ皆さんメールで送ってください。ペンネーム、住所、答え、電話番号。3分間です。今からお願いします。今から3分間これ正解者いなかったらさ、よく考えたらあれ、アドレスは出るのかな、分かるのかな。あ、確かにアドレスみんな分かるかな。ちょっともう一回今アドレスも出しつつお願いします。こちらへお願いします。チャレナイアット占い TV.jp、 こちらまでお願いします。さあこの後星さんテンションが下がることね。なんとなくちょっと思い出した、あ、俺なんとなく思い出した。言っていい？いや、ダメ、やめろ。アホなの？アホすぎでしょ。言っちゃダメなの？言っちゃダメでしょ。何言っちゃうんだっけな。確かまああれでしょ、きっと。多分あれだと思う。そうなんだ、覚えてんだな。大喜利ですかって来てるよ。いや、大喜利じゃないよ。大喜利じゃない。あの、プレゼントいらない人は大喜利で。あ、もうバンバン送ってもらっていいんじゃない、もうメール。メールガンガン送ってね。そうだね。一人何通でもいいんじゃないの。もういいんじゃない、もう。別にね。もういいでしょ。いいのか分かんないけど。もういいって言っちゃったけど。行っちゃいましょう。生放送だから撤回できないから。撤回できないから、言っちゃったら。
制限時間3分です。はい、どんどん送ってね。もう経った、俺が分かんねえな。もう経った、まだどんどん送ってね。そんなテンション落ちることあるかな。何で、あ、でもね、多分落ちてたと思う。え、毒蛇とかに構えたら落ちる。いやなんで毒蛇に構えたの。なんで高速道路で。いやだ、そんなテンション落ちるよ。いないはずだから。いや落ちるわけないし、毒蛇じゃ落ちる、噛まれるわけないし、毒蛇に。なんで毒蛇に噛まれたの。何、他にあるかな。そんな落ちないんじゃん。さあ、何でしょう、星さんのテンションが落ちたことでございます。なんだろう、うんこを漏らした。いやいや、うんこ漏らしたら落ちるね。それはテンション落ちるね。うんこ漏らしたら、なんだろう、それは落ちるな。長回ししてた車がほとんど使われてないです。確かに、行きまでのあそこのイルマの今、うん、インター降りるまでに、うん、多分1時間ぐらい。1時間ぐらい。回しすぎだよ。で、結構しゃがれてないの。確か記憶で歌った記憶があるんだよ。嘘、歌ったっけ。時間が大事な。ああ、時間が大事ってやったの。あ、そうだ、あのくだりは。や、私歌も歌ったの。カット、苦笑いしてる。カットです。カットです。時間が一番大事だったのに。いやいや、いいよ、あのくだり別にいらないし。長くなっちゃうじゃん。そうなんだよ。あと1分です。皆さん、犬の糞を両足で踏んだんですけど、車に乗ってるし。なかなかない。あ、送りました。ありがとう、送ってくれた人。ああ、じゃんけんでバンバン送ってください。お願いします。あ、あれ俺ずっとずっとこれなんだけど、そっち変わってる。一回切ったらいいんだよ。あ、そうなんですか。一回ね、一回切ったら、一回切ったら、一回こうして、はい、飛ばして。あ、飛ばしてね。そう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 、はい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 、ありがとうございます。これか。そうです、それです。さあ、メール来てますか。メール来てます。来てる、来てる。なんだろう、すごい嬉しい。みんなありがとう。 ありがとう。くしゃみがかかった。くしゃみがかかった。リアルだ だなリアルだ。確かにテンション下がるな。あ、送りました。ありがとう、送ってくれた人。送ってくれた、ありがとう。あ、ちなみにプレゼントは、そうだ、あれどうします。それも最後。そうですね。あ、それも最後に。それも最後に。はい、はい。あ、プレゼントね、本当に現場で。あ、そうかそうかそうか、この後買ってるあれとかもあるから。そう、今発表しちゃったらいい。あの現場で全部ね。そうだそう、あの、そうだそうだ。だから本当にそこで売ってたものをね、調達したものをそのまま、うん、あの、うん、そうそうそう、そうだそうだ、みんなで選びました、ね。うんうん、いや、全然わからん。わかんない、俺もわかんない。わかんない、ね。これも、あ、あの正解者いなかったら何でもでいいです、ね。車の中で起きたんでもね、絶対車の中で。車の中でも確かだから。正解者いなかったら。ランダムできます。ランダム、ね、いなかったらランダムね、はいはい、いたらもう一人占めてるね。いや、一人占めっていうか、その問題は正解だもんね。そうだ、今日多分発表できないんで、多分。あ、今日発表できない、うん、あ、多分発表できなそう。答えを、うん、答えは発表できない。ずっともやもやしたまま2時間過ごすよ。来週発表されても何でもか。答えは来週じゃないんだ。正解者の発表。あ、そうか、正解者に何をあげる。 あ、もういきます。あ、それでは皆さん、答えはこちらでございます。さあ、どうぞ。お腹出そう。やめてやめて、本当に。いや、ダメだよ。あ、もう出た。うわ、最悪。うわ、最悪。マジ？ちょっと、本当に？もう出た。うわ、最悪なんだけど。やばいでしょ。俺我慢してたのに。え？俺すごい屁我慢してたのに。いや、俺も実はこれ我慢して、もう3回目であ、もう無理だと思って。いや、でだ。で、3回我慢して いなくならないんだもん、こいつが。手はいなくならないから。3回我慢して。たまるから。そう、 うわ、いや、お腹痛くなるなと思ったからもうダメだった。最悪だ。あ、でも臭くないでしょ。いや、臭いよ。え、ほんと？わかんないよ、臭い。まだ開けてるから臭くない。まだ臭いでしょ。おじさん、めちゃくちゃテンション高い。それは下がるだろ。上がるやついないんだって。表情がダメだ。おかしいそんなお金に特化してる人の変に。何の政権。テンション上がんの面白い。何だろう、そんな政権。うわ、本当に消えてる。やれないです。そう、面白いけど。信号の下の紺色の看板、ジョンソンタウン。あー、てか、あんな感じなんだ。そう、ジョンソン。でも、ジョンソンタウンってことはジョンソンがいっぱいいるのかな。すげえね、ちょ、考えてもいい。何も考えてない人が言い始めるんだよ。はい、イルマのジョンソンタウンに到着しました。時間半ね。さあ、今もう12時半です。すごいね。やっと1個目。いや、終わんないよ。終わんない。とりあえずここから30分はここでね、はい、ちょっとまあ言いましょうよ。はい、というわけで、いや、お腹も空いたんで、はい、
ちょっとご飯探しつつ、はいはい、あとあのこのね番組なんですけど、はい、あの視聴者の方にそのクイズ出すんだって、で正解した方に要はプレゼントあげるとへーで、今日の朝飯はとかそれだ俺らが問題が出さないから俺らが編集上でよ。ああ、編集上でもしかしたらもうすでに何本か出てるかもしれない。ああ、そういうことね。で、そのプレゼントを、うん、もう自腹で買います。あ、そう。で、じゃあなんで俺決定するの。じゃあ俺が買うんじゃないよ。い3人のうち誰か1人が買うの。あ、そうだ。でも俺じゃない。で、それを誰が買うか、いや罰ゲームお。で、今から1個ゲーム、はい、ここは要はジョンソンタウンっつって、うん、もう割とその英語多いっすよ、ね、見た感じ。ジョンソンが英語なのかな、わかんないっすけど、ね、アメリカはちょっとそう、アメリカはモチーフ、あー、うん、はいはい、街なんですね。そうなんですよ。でなので、うん、今からこの滞在中、うん、横文字禁止。難しいね。横文字を言ったら1×、はい、で1番×が多い人が買います。ケイさんどうやって読むかいい。それは OK にしようか。ケイさん確かにそれは OK にしよう。それダメだよね。それは OK にしよう。ケイさんはケイさん×じゃあ本名呼びよ。本名はね、本名君がいいんだったら本名。本名はダメだよ。じゃあダメじゃねえか。難しい。こだまさん。いや、間違えるよ。いや、こだまこだま無理だよ。こだまでいいですか。いきますよ。で、何も喋んないのもそれはそれでね。それそれだよね。それだけ。なんでオラウンダみたいなの二人。いきますよ。よーい、スタート。さあ、回りますよ。ちょっと、どっか。いや、ちょっと待って。いや。アホになってるだけだから。でもこれちょっと何かあるか見た方がいいんだよ。で、ちょっとなんかこれは、割と読めないから。それなんなの。そのなんか猿みたいなキャラなんなの。待って、早い。ずるい。だって喋んないんだもん。いや、こういうのだって喋んなかったらもうずるいよ。喋んなかったらもうあとで10分です。もうやだ、もうほら、ずるい。ほんとずるい。喋んないのはなしよ。いや、ちょ、面白くなくなる。すごい、こういうのいるよね。こういうのいるよね。ほんとに。喋んないのはね。その、普通にはして。普通にはして。どこ行くちょっと、見ようよ、だから。え、これは何？これ40番です。わかんないです。これは2、いえ、これは笑う写真館。ちょっとさ、なんかご飯っぽいとこ行きたいよね。え、こんなのもあんだ。ちょっとブラブラしますか。ちょっとブラブラしよう。すごいですね、あれか、うん、すごい、何これ、うん、これ気になる。川村は OK だよね。これ OK だよね。OK。 もうやだよ。マジでやばい。これそういうの苦手。やばい、ダントツで俺じゃん。すごいよ。やばい。よし、ちょっともう早く。ちょっともう早いな。歯医者さんはもうあんだね。確かに生活だ。あ、でもここあ、ご飯屋さん。うわ、待って、うまそう。別にそういうさ、うん、海外的な感じではないんだね。ね、沖縄そば。あの、いわゆる あれじゃないんだね。なんすか、星が彩った国旗の国の雰囲気のお店が。米国ね、米国。何その雰囲気だ。それがあった。それがあった。感じは米国風ですよね。ああ、感じは ね、家のね。ちょっといろいろ見てからで。でもここめっちゃうまそう。てか、ケイさんなんでこれ今。あれ、はい、いやいや、ずるい。もうちょっとですね、名前ずるい。こだまさんが誰。さあ、いいや。あ、何、ここは何や。あ、雑貨屋さんだ。あ、こっち。あ、ほんとだ。あ、待って、うまそう。お肉ね、お肉。肉の塊。え、赤い野菜のやつ。おろしポン酢は OK でしょ。
言うものもね。え、なんでそれ、もうね、ずるいずるい、さっきからさっきから、あの、何だそのキャラ、そのキャラ何なの、そのキャラ何なの、それその映画まあやだ、もうやだ、もうこれ待って、これ待って、これこれ待って、これツッコミ超不利、ツッコミが超不利、これすげえな、すげえな、本当にすごいよ、すげえな、ツッコミ側超不利、いやいや、なかなかこんな連続でないよ、いやいや、連続は大丈夫閉まってますね、あ、閉まってんだ、こういうの良かったんですけどね、テイクアウトとかで、確かに確かに、ちょっと他にこういうの探します、米国っぽい、米国っぽい、そう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 、やっぱり回しだから、そうなんです、ね、そうなんです、いや回しだから、そんなに全部処理してると出るんだよ、絶対カタカナ処理してると、ね、そのツッコミで出してほしい、引き出してほしい、言いたいもん、本当は本当は言いたいもん、言いたい、カタカナ言いたいもん、僕らも戦ってる、いやカタカナ言いたいもん、いやいや言いたいの、言いたいの、言わせてくれないの、引き出してくれないから、言ってよ、僕から聞いてよ、なんか、そうそう、聞いてよ、聞けないことあるでしょ、こういう時じゃないと聞けないことが、こういう時じゃないと聞けないことが、こういう時とかあるよ、あるでしょ、あるよ、他に年齢とかあるでしょ、年齢とか性別とか、性別とか、こういう時聞けない、性別分かるし、普段聞けないでしょ、性別分かるし、いやちょっとあるよ、もうほら案内してたら、本当だ、あ、あ、うまそう、あ、待って、これうまそう、紅芋の、紅芋のなんか冷たいお水、お水ではないし、これ一番で、一番、人気一番、人気一番だ、本当だ、人気一番、いい匂いしてるもん、あ、芋の匂いだね、うん、まあそりゃそうだ、あ、焼き芋のあれだ、お茶屋さん、焼き芋お茶屋さん、芋はちょっと俺は大丈夫、え、俺芋食いてえ、うまそう、これ確かにね、え、俺好きだ、俺も食いたいっす、これちょっと行ってみます、その候補、うん、候補、これはね、テイクアウトでもいいし、これとシェイク、シェイク、いやいやそれはね、不注意すぎるよ、不注意、え、なんでみんなそんな強いの、これと、これと、これね、氷水ね、氷水、氷水、これ、これどうやって注文するの、氷水注文平気でしょ、危ない危ない、じゃあ、これさ、負けた人、負けた人注文しようよ、負けた人注文しよう、いいよ別に、え、どういうこと、負けた人注文、なんかこれとこれを注文、いや、その頼むときに、頼むときに、あ、いや、あ、英語、あ、そういうことか、最初はグー、全部、はい、はい、一緒、俺かよ、もう、もうなんて俺なんだ、すごいね、引き強いな、俺から振っといて、俺が全部受けちゃって、じゃあね、じゃあね、これね、うん、これ何、あれ見た方がいい、中で見る、中でも見れるんじゃない、中でも見ましょう、うん、なんだ、なんか取れるのかな、聞いてみますか、こんにちは、これ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、何頼もう、これ一つ、はい、あとは、あの、これ食べたいです、これ食べたい、で、もう焼き芋です、焼き芋ちょっとしか食べましょう、食べましょう、はい、焼き芋一つ、どうしよう、あとこの、はい、幸せなやつ、こちら、はい、幸せなやつ、何て言うんですか、この幸せな幸せな不自然、英語を言わせようとするから、さあ、うん、焼き芋が来ました、はい、めっちゃうまそう、あ、もう匂いが甘っ、食べよう食べよう、いやいや、何、なんかもう英語警戒しすぎて行動すら何も起こせなくなってる、もう大丈夫です、大丈夫っす、あ、いらない、何、大丈夫っす、いらない、大丈夫っすって何、いただきます、お、やらかっ、え、これどうやって食べるの、え、これ皮ごと食べられんの、これ皮ごと食べたい、食べたい、食べたらいいじゃん、食べたらいいじゃん、食べられるかどうか思った、食べたいか嫌いかね、希望を述べないと、あ、どうどう、うまっ、あ、甘っ、甘っ、甘い、どう甘い、
おいしい。美味しいですか？美味しい。うまい。すげえ美味しい。甘みがすごいね。焼き芋みたいなことですか？え、小玉さんは何で食べたくないの？嫌なの？小玉は僕はあんまり本当に芋が嫌いなんですか？まあ嫌いじゃないですけど、あんまりこの甘い系の、あ、ほんまにお芋食べないですね。はい。これね、児玉さんっていうキャラなの。あ、まだだ。やだ、もうやだ。もうやだ、もう。すごいね。すぐ言う。何ですか、その言葉に。しかも割と、ちょっと一回だけ、で今の。あ、じゃあ、今一回ね、はい今の単語、うん。今の単語だけさ、やたら言ってね、俺。言ってるよ。ほとんどそれだよ。三回言ったんです。ひどいよね。いや、もうひど。言い過ぎなんだよ。なんでそんな二人言わないの？だって待って、今俺だけ？俺だけじゃん。だから俺たちにもちょっとそういうさ、うん、来てよ、聞き出してよ質問を。いやいやいや、ここでしか聞けない質問を。ここでしか聞けないのってあんまないでしょ。この場所米国だから開放的になるの。そうそうそう、開放的になってたら聞けよ。どうもどうも、はい、どうぞ。おー、ありがとうございます。うん、紫だね。紫美味しそう。うん、この黒いのは甘黒ソース。すごい、本当にすごい。田中 D。 じゃあいただきます。もうやだ、もうやだ。 D。 もうやだ。何、ちょっともうちょっと、もう言うならせめてもうディレクトに言せめて。モノだからね。いただきます。早く言えよ。味わってちょっと待って。食べてねえか。その動画の今のブリッジみたいに入る。美味しいっす。ありがとうございます。それだけかよ。それだけかよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何ブリッジって。よしよしよし、似ちゃいました。美味しいですか？うまっ。え、何？これ本当何？あ、芋。美味しいでも。美味しいですか？うん。あ、うまこれ。甘さめっちゃ控えめじゃないですか。確かに。うん。だから美味しい。ずっと飲んでられる。面白いの。うまいね。なんだこれ白いの。泡ね。泡？白泡ね。泡、泡、泡。いやいや、伸ばすだけで、ちょっと伸ばすだけで、伸ばしてだけで。宣言。ラッシュアワーとかの泡。そうなの。俺今ちょっと思ったもん。そんな泡なわけないでしょ。その全員のその泡。ああ。このタイミング。はい。ちょうどね、30分が経ちました。だった。はい。で。まあ今回このロケ、その来てるんですけど、うん、いやいや、もういいんですよ。あ、もういいの？今いいの？まだ続いてんじゃん。あ、いいっすよ、あ、続いてます、まだ。いや、じゃあ俺無理じゃん。じゃあ俺圧倒的無理じゃん。このもう、今、びっくりしたよ。進行役超無理じゃん。終わったような言い方してるけど、まだそこは続いてるでしょ。これ出るまでは。あ、続いてんのね。そうだよね。続いてんのね。で、この番組で来てますんで、やっぱ占いステッカーねの番組じゃないですか。これは何？これはシールです。ドメン。あ、今スの方を避けたら、スの方を避けたら全然そっちもそっち言うと思ったんだよ。結構危ないんだね。嘘でしょ、今のは嘘でしょ。もうダメ。圧倒的にもこの貼り物をこの渡して、で、あの星さんが手相を、そのお店の方を占ってもらって、で、協力してくださるみたいな。で、まあせっかくなんで、その、まあ占いのプレゼントというかね、で、これちょっと広めるというか。え、
大丈夫贈り物あ、そっか贈り物したいと思いますいやーい行きましょう行こう普通に言うねうわー危ないよーおーせーのおあれあ、ごちそうさまでした美味しかったですごちそうさまでしたちょっとこれ番組のステッカーなんですけど、すごいね、あの全然貼らなくてもいいんで。こういうのもあってます。ありがとうございます。僕が占い師で普通に本当にやってるんですけど。あ、星なんだ。そうです。名前が星なんで。ちょっと分かりやすく。2万人。初めてなんです。あ、本当ですか。うん、すごい、いわゆるこれはちょっと。男性的な手相なんですけど手相の線って曲線が増えれば増えるほどこう柔らかさとか柔軟性とかでも女性性が高まるんですよで例えばこっち見てこれ直線的なんですよでこれは直線になればなるほど今度男性性が高まるで男性性が高まるって何かっていうとある意味こう真面目さとか硬さとかある意味こう責任感みたいなものが強くなるで面白いのはこっちの右手を表の方に左手が裏の顔になってるんですけどこの一番中心となるこの知能線って感じですねこれが一番大事なんですけどこの線がこっちは短いんですよこっちは長いんですよこれすごい一番の違いですで短い人は何かっていうとこれはすごい直感ひらめきとかこっちがすごい逆に理性的なんですよすごい物とかねやっぱりすごい面白い普通はあんまりこう右左こんなに違うから少ないんですけどだからこっちの直感力っていうものを大事なんだけど一番生かしてほしいんだけど時々それをあんま考えすぎてしまったり例えば、悩みすぎて迷ったりするとせっかくその最初に浮かんだひらめきとか直感とか、というものを見失ってしまうのでそれがすごく重要だよとかこれすごくこっちの結構職人的技術何かを深める極めるとか研究していく追求していくっていう技術なのでとことんのめり込むとこの鉄がすごく開花し非常に面白い、ありがとうございますすいませんありがとうございます土曜9時からやってますさっきのところからありがとうございますごちそうさまでしたありがとうございましたはい、はい横文字バトル2018の結果発表でございますさっき言われたからこのバトル横文字バトル2018って名前だったらしいですはいいやまだわかんないから結果発表ねまだわかんない第3位はい K さんイエーイ制度会やったなんでなんでいや喋ってないもんねだっていやだって聞いてくれないから結構俺喋ってたようん聞ける第2位いきますはいまだわかんない3回あ俺かも星さんおおが何？高橋さんが15回です。いやいや待って、俺これダメ超苦手なもの見つかった俺今回。これダメだ。15回って何？15ってやばいよ。ちゃ言うな。だって一番ビュってのがステッカー避けてシール1枚。シールとか言って。キャラってすごい言ったね。いやだってやっぱ突っ込みだ突っ込んじゃっちゃダメだね。これはね突っ込んじゃうとちょっと。突っ込みってのは英語なの？いや英語じゃない。英語じゃない。英語じゃない。突っ込みって。はい、じゃあ僕が視聴者の方に入れまでプレゼント買うのは高橋さん。何これ買わない？何買うの？なんかどっかで。あ、高橋さん、ここからどっかで。はい、じゃあ僕は担当なんでね。じゃあ買いましょう。ちょっと選び行きましょう。行こう行こう。はい。なんかいいのありました。うん。全部可愛い。すごいですね。そう。普通に可愛いね、いっぱい。視聴者の方が喜んでくれる。そう。で何がいいかな。なんかまあ、まあ例えば何ちょっと置物とかありますよね。だこういうのだったら。あ可愛いですね。ねなんかアメリカの感じもするし。せっかくやっぱこうなんかさアメリカっぽいとこ来たから。そうですね。アメリカっぽいなんか誰でも。まあなんかちょっと置いとけるものとかがいいですよね。誰でも置いとけるやつ。これとか。あ、かわいい。結構いかつい。結構いかつい。でアメリカって感じですね。まあ確かに。これでも結構2000円するから。どうしようかな。みんな何が欲しいかな。何ですか。なんかやっぱ記念に
飾れるものとかがいいんですかね。あ、そうですね、多分ね。あ、これとか小物入れ。あ、かわいい。普通に普通にめっちゃ無難になっちゃうけど全然。あ、じゃあこれとなんか買ってあげればいいのか。うんうん、こういうの。じゃあ第一こう。ほい。これいいよな。これ可愛いっすよね。1個目1800円で俺あと2個3個負けちゃったら俺めっちゃ6000円ぐらいの出品になるからな。勝てばいいんです。そうしか。そうしか。でもさ、スコッシュにスコッシュにすげえ引っ張られてる。さっきヘアバンドか。でも男性はあれか、男性女性どっちなのか分かんないっていうのもあるな。ちゃんと選んでるかな俺でもね、やっぱどうせだったら、そうどうせだったらね、ちゃんとマグカップとかいいっすよね。うん、買いましたよ。あ、おかえりなさい。何買ったんですか。何買ったかはスタジオにて発表します。これ問題じゃない、うん、はいはい。あ、さあ皆さん帰ってきましたスタジオにどうでしたか。いやなかなか天才だよ天才が現るっていうのはねダントツもう圧勝圧勝だったからね、うん、はい。というわけで、今のところで買ったお土産はこちらです。あ、何ですか。あのね、うん、まあ、じゃあ先見しちゃうよ。はい、うババーン。何、小銭入れ買いました。そう、これね、普通に俺欲しいって思って買った。おしゃれじゃん。そう、かわいいのこれ。なんて書いてんの。キャリー、はい、言いました。今は言ってないでしょ。そう、こうやってベリベリってやって、いいじゃん。そう、あのここにそのまあお札とかも入る、畳めばそういうタイプだ。そう、もうなんか大雑把にバーって入れれる感じで、でこうできるっていう、でポッケ入る感じ。これ普通に可愛いと思って、で、うん、あの結構丈夫な感じで作られてるんで、うん、そうこれ買いました。可愛いやつ、うん、これです。1個目買ったやつはね、はい、こちらです。はい、結構いいでしょこれ。 俺欲しいもん、うん、で、ね、あのプレゼントなんですけど、うん、あのランダムで抽選になります。あ、なるほど。そうそうそう、だからあの1問目がこれとかではなくてランダムでね、はい、そう、はいはいはい、になります。なんで1個目はこちらです。ちゃんと選んだから俺本当に、うん、ね、これ可愛いでしょこれ、うん、あ、可愛い、あ、よかった、嬉しい、可愛い、あ、嬉しい嬉しい、ね、嬉しい。ランダムね、だからまだ今後のクイズでもチャンスあるってことでしょ。そうだね、そうだね、何当たるか分かんない、何当たるか分かんない。いくら、これはいくらだったかな。なでも本当に普通にいい、まあいいってこと、そう高くはないけど。3万。自腹3万。毎回やってたらね。はい、こちらでございます。はい、意外と、あ、意外とメール来てないの？あ、チャンスだよ。チャンスあるじゃん。チャンスあるじゃん。みんなチャンス。みんな外れてたらランダムになるんで。そう。とりあえず送っとく。そうだ。カズロンでもいいわね。ラッキーでございますんで、ね、よろしくお願いします。うん、じゃあ行きますか。はい、続き VTR 続きお願いします。どんどん。次の目的地じゃあ行きましょう。おしまいで、はい、はい、今日選択肢多いです。次の選択肢川越、もうここが一番行きたいとこね。ないな、うん、はい、次川越の希望。川越増えた、アヒルボート、あ、やりたい、やりたいやりたい、アヒルボート、あ、バーベキューやっぱありますね。よかったら芋しか食ってねえからバーベキュー行こうよ。確かにバーベキューしたいね、これ引きたいね。いいな。次これ何、狭山。あ、いいじゃん、パターゴルフ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。飯が全然いい。飯ねえんだよな。え、パターしたら。パターとかあれば全然。あ、そうか、まあ、どうか、行ったところで飯あればいいんだもんね。ここたまたま行ったのが芋だったっちゃう。はい。カラオケ。これ弾きたくないな、これ。しかもジャスラックとかの著作権もね、多分音は流れないんだよ。音流れないんだ。30分カラオケして。アカペラ出てきます。アカペラ。映像では無音ってことでしょ。映像では無音で、彼らはカラオケをしてました。これ一番嫌じゃん。やばいでしょ、それ。はい、次。何？え、イルマのアメリカ、イルマのアメリカンショッピング。え、ここじゃないの？はい、ここです。ここいやいや、あ、ここっすじゃないよ。あ、でもここいいじゃん、もう一回稼げる。もう一回稼げる。いやいや、もうだいぶ取ったろ、ここで。稼げるって。取れ高あったろ、ここはだいぶ。
あ、ラスト六本木がある。いやマジかよ。こっちは？それマジ、うん、大外れじゃんそれ。いや待って、六本木だけは引きたくないんだから。一番引きたくないのは六本木だ。やばいよそれ引いたら本当に。いや今のところいい感じ、ここまで来たから。そうですね。そんなに外れるのはないですよ。あ、言うたら距離的には、距離的にはね、六本木以外はね。あとイルマね、もう一回イルマって意味わかんないけど。あと所沢のカラオケとか。確かにカラオケ。その辺引いちゃったらちょっとやばいね。だって歌聞こえないんでしょ。はい、頼むよ。引くよ。いいね、来てよ。はい、じゃあこれ。はい。ちょっと待ってよ、ふざけんなよ。ちょっと待って、本当に。はい、じゃあ本当に降りてください、ちょっと。マジで。はい、というわけで、イルマ・ジョンソンタウンやってまいりました。すごいね、ここなんか。もうなんか見たことあるな。さっきいたからね。さっきいたから、ね、またやんの本当に。あの同じことになっちゃうかもしれない。またやんの同じこと。そうだろ。はい、というわけでね。ただ今気づいたんですよ。そう、僕気づいたことがあったんです。大事なことがあった。さっき、多分さっきのお芋のお店がここ。あ、ここ、はい。で、親父ずっとこっからここ歩いたんですよ、うん、今この辺ですもんね。そうです、今この辺ですから、ここから今ここら辺ずーっと歩いて、こう歩いて、狭いなー、狭いなーと思ったら超広いじゃん。全く行ってない。何も行ってない。いやいや、ほんと、まあ気づけたからよかったですからね。ちょっとじゃあ、まあこっちの方行ってみますか、はい、ひとまずね。ぜひ、ちょっと行ってみましょう。あれ、あれは？え？ NG ワードは？またやるんか。またやるんか。やるんか。今年バットで2018。なんかアゲインの。アゲイン。アゲイン。また今年バットで2018。またやんの？またやんの？まあやるか、やりながら向かうかじゃ。はい。じゃあよーい、スタート。ちょっと俺次は負けないよ。もう本当に気をつける。またやんのかよ。いや、それから、おーい。いやいやいや、本当同じ繰り返しだ。すごいね。やってる？これ？これ違う。これ何ですか？テニスプロショップって書いてある。知らない。あー、出た。え？あった。来た、おおおお。あるじゃん。なんだっけ？円盤、円盤系。フライングディスクって書いてます。あ、投げ円盤ね、投げ円盤。あ、え、めっちゃいい。見てるね、投げ円盤。OK です。OK です。すごいっすよ、いろいろあって。お邪魔します。めっちゃかっこいい、これとか。すごいっすよ、ね、これはでもね、ちょっと高い、2500円。これは何？プロ…デザインのこれ、すげえ、ちょっと重みが違うの、うん、あ、重い。星さんが持ってる左側のやつはいくらなんですか？うわー、安い。500円。500円か。こっちが2500円。なんか、多分本物志向っていうんですか、うん、競技用の競技用ね、うん、こっちもあるの。こっちもこっちもすごいよ。ドッジビーだって、ドッジボールのフリスビー版。へー、これめっちゃやりたい。ウェイ、また負けたんだ。いや、負けてないよ、まだまだ負けてないよ。違う違う、本勝負はこれにしようよ。だから何これ、え、これ今言っていい？これはもう、いいの、言っていいの、これ言っていい、うん、今はいいね、今はいいね。これはどっち見る？言われてもあかんの。いや、確かに。要はフリスビーのドッジボール、で柔らかいんですよ。当たっても多分大丈夫なのに。で、これで当てっこして、おーやろうやろう。で、負けた人がだからこれ、これ合計点でね。合計点だ。合計点だ。そりゃそうだよね。え、これ何？じゃあこれは何点なの？まあそれはまた、まあ、おい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 。ちょっと待って、俺も自腹切っていって。おいおい、俺結構な出費だから。はい、戻っ
ってきました。さあ2分間ですね、ちょっと、はい、あのねもうすでにヤバいらしいですから時間皆さん2分間かけてください、はい、誰がそのゲームで負けて自腹切ったでしょう、うん、それを書いて、メールですね、ペンネームか、お名前、うん、そして、住所、答え、電話番号を送ってください。あ、まあ、これは、はい、あれですね、3択なんでさすがに当たるでしょ。誰かを書けばいいの。そうそうそう、この3人のうち誰かな。それ以外ってことはあるのか。絶対ないです。ないない、それも言っておきましょう。そう3人のうち、はい、誰かが負けました。すごいよね。で、それは誰でしょうと、うん、この店すごい良かったよね。いや、これ面白かったですよね、ここ。あ、すごいすごいすごい、これですね、これこれです、これです、これ。これ痛くないんですよね。そう、痛くない、柔らかいの。でなんかぶつけ合うのかな、本当。うん、多分そのどっちビーっていうのがちょっとあるんですけど、これ当てやんって。だから今やる。いつまでやんのそれ。それずっとやるのそれ。やってないでしょ。やってないよ今。だからこれでね、これで消して。当てるんだね。そうそうそう。そのゲームで負けた人誰でしょ。なんで言っちゃうの。俺なんでなんだろう。いや多分さ、ツッコミっていうのもやっぱあるんじゃん。いや、ツッコミ関係ないよね、きっとね。そうだね。関係ないかな。関係ないんじゃないですか。全然関係ないんじゃない。いや、言っちゃうんだよ。いや、1個避けたらもう平気って思っちゃう。すごいよね。ひどいよな。確かに。いや、皆さんメール送ってください。さ、お願いします。こちらでーす。みんなメール送ってねー。あ、これで当たるわけじゃないですかね。そう、あの景品はあくまでランダムなので、ね。そう、景品はランダム。ランダムでございます。うん、これもあります。これも面白かったね、うん、この後やりましたけど、うん、さあどうでしょう、どうでしょう。小玉さんって来てるよ。あ、皆さん、あのメールでね、うん、あの当選はメールの方になるんで、そうメールで ね、メールでお願いします。メールで、正解した方に、うん、あのプレゼントを最後にね、はい、抽選します。 あサイン、あ、つけていいですか。あ、俺ら全然書きますよ。 あ書かせていただきます。そしたらね、あ、全部書く。あ、でもこっちは書かないで、これ書かないでか。あ、色紙とか、あ、色紙とかつけれたら、ね、じゃあなんかサインとかね、はい、つけれたら、これいいっすよね、うん、もったいない私これ確かに、ね、もらおうかな。いや、お前だ、これ俺が本当欲しかったやつだから、さっき。あと10秒、あと10秒で答え出ます。急いで、ね、急いで、あ、どっちもやったことある人がいる。え、いるの。あの送っちゃって大丈夫ですよ。どんどん送ってね、送っちゃってください。バシバシメール送ってください。メール送ってください。さあ行きましょう、答えはこちら。はい、次に行く場所、もうちょっとそろそろ移動したいんだよね。移動したい、さすがに。あと3個いかなきゃいけない。あと3個いける。マジで。も逆にここで2個稼いだわけだもんね。そうだね、そうです、それ大きい。はい、1個小江戸、アヒルボート、川越、うん、バーベキュー。バーベキューもしたいけどな。焦ってなきゃダメ。バーベキューしたいけど、確かに時間的に言ったらもう結構急いで。結構だな、もう。間違ったんだって、流す場所。間違えました。流す場所間違えたって。やばい、時間が。生放送だから。ちょっとびっくりした。今日スタッフさんテンパってるから。普段と違う。言ったらさっきの田中兄がテンパってるから今。田中兄今頑張って調整してくれてるから。初の試みだから、ね。初の試みでね。起きますよね。やっぱりね。はい、素材自体が、ちょっとなかった。素材自体が、素材を発表して、はいはい、で、皆さんどうでしたかにして、あー、なるほど、なるほど。あの、臨機応変に言ったら、これをやってる素材がありません。嘘ーないの。まさかの。じゃあ、あれ、これ誰だっけ。オンデマンドで完全に流します。オンデマンドでは流しますか。はい、出します。あ、オンデマンドでは、はいはい、あ、オンデマンドでは流れます。あ、そういうことか。あ、なるほどなるほど、はいはい。今はちょっと生放送で見れませんが、はいはい、オンデマンドでは見れるようになる。あ、なるほど。録画の方で見れるのね。はい、はい、よろしくお願いします。失礼しました。やばいな。あるね。まあ生の。生の中。これ本当のテレビ業界やったらマジの放送事故なんだよ。すげえ怒られるやつなんだろうね。ね、すげえ怒られるんだろうね、これ。ないっていう。じゃあ余裕ができたんじゃない。時間の時間の余裕できたんでしょ。大丈夫。だって10分くらいあるんですよ。じゃあ正解は誰だっけ。正解、負けた人は、うん、僕でーす。いやいや、この回すごかった。これでも負けたからね、君は。これでも負けた。正確に言うと、うん、どっち B では俺が負けたんじゃなかったっけ。あー、そうだっけ。で総合点で、あ、そうだそうだ、どっち B の対決を3人でやったら、そうそうそう、 K さんが一番上手くて、そう上手かった、めちゃくちゃ上手かった。僕が上手いんだよ実は。で僕が負けて
で、ただそのさっきの NG ワードの横文字禁止だったので、それと合計したら高橋さんが負けだと。だからもう横文字弱いやつは負けるっていう展開でございます。結構みんな児玉さん書いてたけどね、意外とね。児玉さんは9尾できるんですか。そう、僕は意外とできるんです。児玉さんって誰だろう。確かに、しかもこれどっちもやろうとしたら風が強すぎて全く当たんなかったんですよ。全く当たんなかったんですよ。だから結局はルール変更してみたいな感じだったのがありましたね。なんかちょっとありましたけどね。そうそうそう。まあでもこれで使って遊んだゲームで僕が負けました、うんうん、当たりましたか皆さん。当たったかな。いや意外と分かんなかったんじゃないこれ、ね、意外とね。今回俺やばかったもんな。いろいろやばかったもん。終始やばかったもん、ね、すごかったもんな。なんでこんな人なんだって名前よく知らなかったからさ。タコヤさんいつも司会進行でね、いやいやいや、しっかりしてるからしっかりしてないよ。あ、できる人なんだなと思ったらとんでもないポンコツ。もうとんでもないポンコツなんだ。